会社チャンネル。サンサン浮き様サンバ。ホッケ作業所。今日なんか美女がいるってちょっと聞いてさ、楽しみにしてきた。あれ美女いない、美女はい、どこってここにいますよ。何をおっしゃってるよくわかりませんが、ね、ちょっとなんか今日はねちょっとわけやって平日にやってて、やっぱ平日皆さんね忙しい学生さんとかもで、今度5月のコンサートあるのでその時の演奏してくれる子たちが呼ぼうかなと思ったりもしたんですけど、平日はみんな忙しい。私も忙しかった今日。いや僕もね忙しかったです。遊んでて忙しかったです。いや違うこれね、銀行のファンドの銀行でお金借りないかもでさ、これ大事なコンペです。お金いっぱいあるのに。これね先これやらない。作詞作曲村上志乃さん。ちょっとで編曲演奏マイス&マイスと絶妙なアンバランス。いつまでたっても覚えられません。でこれはおひさまサンバセットです。もうだいぶね1年以上聴いてるのでだいぶね覚えたよね、なんかね耳に入ってますということでね、今日は2人でどうしようかね。実は今日本当は土曜日のね夕方やる予定なんだけど ね藤原さんが都合悪いっていうのさ、そうね、なんで都合悪いのってワイン会やるって。ワイン会定期的にね自宅でやってるんですけど、なんか土曜日か日曜日なんだけど、なんかうっかりなんかね27って入れちゃったら、はあ、これがあったみたいな、つい最近気づいて急遽こう今日にしたっていうね。そう気がつかんか、気づかないもんなんです。でも今いいこと聞いたよね、なんかワイン会自宅でやるんだけど中継で実はできるみたいな、ここじゃなくても、だからワイン会とつなげてできるらしい。まあ、なんならワイン会ここでやってましたよ。まあそうだけど、ね、でも自宅の方がこうワイン会っぽい家だし、おしゃれな家なのでと自分で言っちゃうけど、そう、ワイン会ができそうなおしゃれになってるので。そんなことはないと思うんだよね。そんなことある。でもそれいいよね、中継でちょっとさ、このいつものこのなんか雰囲気と違うところでね、やってやるんだろうね。ちょっと一回チャレンジしてみる。ちょっとそういうのついていけないし、まあ、ついていかんでもいいから。そうだね、ちょっとね、もうあまり先長くないし。そうね、私まだ長いよ、20年は生きなきゃ、30年ぐらいか。頑張って20年だな。だね、意識がしっかりしてるのはまだ10年ぐらいしかない。10年5年ぐらいしたらちょっとボケ出すかもしれない。そうね、ボケたらいじめてあげるわ私が。今までの恨みを、ということでね、じゃあ早速まず自己紹介いつも忘れる、はい、メイン司会者藤原のり子です。アシスタントの岡崎です。よろしくお願いします。アシスタントですね。進歩株式会社さん、 J ネットレンタカーさん、省エガキ名古屋店さんがねいつも協力してくれてね、ご協力いただいておりまして、本当もっとねご協力のとこいっぱいあるんだけどね、その中の一部です。他のとこもこうやって作って置いといてあげようよ、まあ、次の時、ね、定期的にやってくれる方はね、はい、そうだよね。で株式会社スプレーいつもやってますよ。スプレーはいいの。でこれねまた、はいはいはい、アシスタントさん持ってください、はいはい、またね5月の26日日曜日、江南文化なんだっけ文化会館ニコホールってとこでね、年に1回ちょっと広いとこで、普段はちょっとちっちゃめのところで70人ぐらいだったかな、はいはい、70人80人、はい、入るとこがあるんですけど、そこではなくて年に1回ここはね400人だったよね。すごいよ、400だ400。こうショーホールだったらもうちょっと小さくしてくれよと思うんだけど、ね、全然ショーホールじゃないよね。そう、そこを年に1回借りてやるのでちょっとね、豪華にいつものメンバーとプラス第2部でゲストね、そこちっちゃくて見えないかもわかんないんでここの辺か、ちょっと別の特別ゲストで、フライングドクターって言うんだったっけ、そうそう、フライングドクター、ポップ調の曲とかもこれ楽しいで、だからもうちっちゃい子用っ
ていうかね、ちっちゃい子とかも0歳でも OK だよっていう、0歳から、うん、まあ一応メインは0歳から2歳の初めてコンサートを見に来る音楽会みたいなね、やっぱりなかなかちっちゃい子がいると、あのお姉ちゃんかお兄ちゃんがいて下の子と一緒に行けないとかあるので、でも全然下の子も連れてきていいですよってことでね、もう泣こうが喚こうが踊ろうがギャーギャー言おうが、まあもう好きにしてくださいってことで。いいの、踊っていいの、踊っていいよ。あ、そう、別に全然。でもなんかこのグループのね、ゆうこさんとか言うには、みんなちっちゃい子ってこう踊り出すらしい、うん、そういう曲をやってくれる、ちっちゃい子向きのアンパンマンだったりとか、おじさん、おじいさん、おばあさんも踊っていいですよ。別におじいさん踊って腰痛めなきゃいいんじゃない、そんで腰痛めてなんか倒れられても、な、責任取りませんって、なんか注意書きこう書いとかないと ね、ここにこうやって自己責任で踊ってくださいって言ってね、それは私たち知りませんみたいな。そうですよ、うん、世の中は自己責任の時代なので自由に踊ってください。でもなんかすごい何回かこれ聞きに行ったことあるんだけど、うん、すごいなんかここにね、楽器、人の数より楽器が多いっていうのがね売りにしてて、もういろんな楽器、うん、ピアニカだったりとか、なんかトランプなんだっけ、太鼓とか、いろんなカスタネットとかよくわかんないけど、とにかくいろんな楽器がある、うん、でピアニカでもいろんな音の違いでいろんなピアニカがある、ね、そういうのを吹きながらこうピッてこうピッてこうなんか変えて、うん、シュシュシュってもうすごい早技で、やったと思ったらピアノ弾いて、そうやってもなんかバイオリン弾いてとか、もういろんな楽器を交互にこうねやるが楽しいと思う、聴いてる方も楽しいし、多分演奏してる人も楽しいと思う、すごい楽しみながら演奏してるのがすごく分かる、うん、もう本当に楽しそうにね、うん、そういうのやっぱり演奏してる人がやっぱりあの楽しくやってると、やっぱ聴いてる方もね楽しくなってくるから、なるほど、これはちょっと、うん、ただ400人入るのでいっぱい集まらないと、ちょっとね400人のとこに前の方にちょこちょこっといても盛り上がらないので、そうなんだ、ぜひみんな来てください。人はそう、まあね、あのちょっと資金も集めないかんですけど、うん、そう、資金と人といっぱい集めないとね、あの入場無料なもんですからね、いろいろね、いろんな企業さんにご協力をいただいておるんですと、うん、みんなねこういうのに協力してくれる企業さんを探して、それで成り立ってるコンサートなので、ね、うん、もうそのためにはね、やっぱり皆さんのご協力が必要で、別に企業じゃなくてもいいよ、個人でね、もちろん、はい、個人で寄付してもらってもいいし、他のスタッフさんでもいいし、あれみたいな、スタッフさんね、これ多分、これ多分、多分、割あずゆりさんね、寄付して協賛してくれるような気がする、本当気がするよ、私もそんな気がしてきた、うん、なんかそんな気がしてきてるね、まだ今までね、そういう協賛お願いしますって言ってないんだけど、これ行った方がいいかなって、あ、今そんな気がしてきたね、そういう気がつかんかった今まで、本当だ、いいこと、いいこと気がついたね、いいこと気づいた、別に割合ずるじゃなくても、うん、個人でも全然いいよね、いいよ、お小遣い1000円でもいいので、うん、1000円ください、恵んでくださいとか、ね、うん、割合ずるさんはバーンとくるよ、本当、どうしよう、そんな、ね、もっとすごい大ホールに変えなきゃ、じゃ次回から不祥、ね、ホールじゃなくてさ、大ホール、大ホールに変えて、もっと人を呼んで、もっとプロとか呼んだら、もうすごいピアニストとかね、大ホールは、ね、海外から呼んじゃおうか、海外からね、海外からすごいピアニスト、うん、博士太郎とか呼んじゃおうか、呼んどいて、うん、博士太郎呼んじゃって、あ、逆で、それか障害者だから、あの辻井くんとかね、うん、あのピアニストいるじゃない、辻井くんとか呼んじゃおうか、うん、もうそれ、うん、お金相当かかるよ、うん、いや、あの僕はね、多分ね、いいか、好意でやってくれる、あ、そうか、そのためには、そうか、割りあずりさ、うん、大谷翔平とかさ、あ、大谷いいね、何弾くの、歌、ピッチングでもする、うん、ピッチングしてもしょうがないけど、うん、二刀流だから、もうバイオリンもやるかもしれない、バイオリンも弾けるかもね、三刀流だって、そうね、三刀流でバイオリン弾いてもらおうか、うん、盛り上がっちゃうんじゃない、そうだよ、うん、ぜひそれはね、入場無料で私は来てどうすんのって、ね、もう入れませんって、うん、そしたらもうあそこ名古屋ドーム、バンテリンドームでやるか、次は、うん、ね、メジャーリーグ今やってるからね、なかなかこういう時期は来てくれんかもしれない、ね、ちょっと終わった頃でね、お疲れさんぐらいで、うん、オフの時に、うん、オフに来てもらって、じゃあバンテリンドームでやりましょう、うん、いつかはね、でもいいよ、いつかそうやって大きくなってったらすごくない、うん、そうということでね、5月26日ね、あるので、また皆さんお願いします、来てください、まあ、小沢さん顔が光るけどね、ワイン会の人はね、30人ぐらい来るよ、ワイン会の人ね、ちょっと遠いんだよね、港南だからね、あ、遠ない遠ない、うん、名古屋市内ならいいけどね、なんか一回市内でやろうよ、あ、ね、そうそう、遠くないよ、そんな港南ぐらいね、でも意外と遠いの、行く行く行く
でも一回名古屋市内でやりたいよね、まあ、それは別に、うん、ちょっとまた違う客層が、うん、あ、ちなみにこの、江南市民文化会館というのは、うん、名鉄の江南駅から徒歩6分、うん、すぐです、駅からすぐですから、ね、そうね、近いので駐車場もありますので、うん、また来てください。はい、はい、ということで、でこれはね、今度5月のコンサートなんだけど、今日はこの後は前回やったねコンサートまだちょっと紹介してなかったので、うん、前回の2月のもう忘れたけど何日かに、うん、5日ぐらいだったよ、節分、節分だ、節分あれそれか、節分だよ、節分か、あ、そうそう、その時のやった動画をまだね、うん、紹介してなかったので、うん、今日はそれをちょっと流しながらみんなの演奏を全部のやつをちょっとずつ抜粋して全曲まとめたのがあるので、節分の時は僕はあれだね、鬼の着ぐるみに借りてきたね、あ、鬼の着ぐるみ、近藤三光さんのご好意により鬼の着ぐるみ、そうだ、着ぐるみ良かったよ、ね、その映像は多分ないだろうね、うん、多分ね、受付におります、カットしちゃってるのね、やっぱよく20分にまとめなきゃいけないって言ったよね、20分にまとめてってお願いするんで、なぜかいつもね長いっていうね、20分ってお願いしてるんで、だ今日は特に27分とかでね、20分って言ったんですけど、20分と27分ってよく分かんない、だいぶ違うんだけど、そう、毎回ね、うん、ちょっとそこが伝わってないのがよく分かんないけど、まあ、でも27分ちょっと長いかなと思ったけど、まあ、ゲストいないし、この後、うん、この後ゲストいないので 何やっていいか分かんない、寝るだけなので睡眠タイムなので、じゃあそのね前回の2月の何なんだ、ウィンターコンサート in 節分かな、うん、っていうタイトルも忘れちゃったをやりますので、ちょっとじゃあ動画見ながら、はい、いろいろ解説お話ししていきたいと思います。じゃあ動画よろしくお願いします。なんだっけね、これはまず春の声だったかな、タイトル春の声だったかな、これはまあ節分でね、最初の春ってことで、これはこのぐらいのプロの方たちで、そのこれからやる障害者の子たちを応援してくれ、サポートしながらね、この後はやってくれるんですけど、まずはまず3人の演奏を披露ってことで、まあ、真ん中で大きな口開けて歌ってんのはうちの娘なんですけどね、娘は頑張って、産後でね子供産んだ後で太ってますけど、この人たちはまた今度5月に出てくる、その両縁のピアノの青いドレスのピアノのナナコちゃんとフルートのナナちゃん、前回ね、前回かな、ゲストにも来てくれて、今回初めてコンサートに、ナナコちゃんとナナちゃんって、ナナちゃんって言ったらさ、どっちって言うんですか、ナナちゃんたちでいいね、ナナちゃんたち2人でね、そうフルートね、そのナナちゃんとナナコちゃんもちょっとこれに初めて出て、なんかすごく良かったって言ってくれて、まただから次回もぜひってことで5月のコンサートもね2人、はい、お願いします、うん、出てくれて、なんか普段はこの2人ともう一人なんかソプラノの同級生コンビなんですけども、女の子がいて3人で活動してるみたいなので、5月はその子もね、中西涼子さんってね、その子も今度は来てくれるので、ソプラノが2人になるんですけどね、まあ、また違った感じでいいかなと思ってね、これは何の曲かな、もうタイトル忘れちゃったね、これのタイトル忘れました、何だった、あ、ダンなんかね、カタカナだった、違ったかな、あ、ではいつものりほちゃんキラキラ星変奏曲ですね、前半はね簡単なキラキラ曲、だんだん変奏曲なので、どんどんこう難しくなっていくんだけど、最初だけカットされてるから、最後のかっこいいとこが切れちゃってるから、あ、そう、そう、途中からこれはね最後の方編集しながら出してほしかったよね、さっぱりますね、うん、そのフルートのさっきの奈々ちゃんが途中でフルートで入ってくれてね、そうそう、ね、まあ、こういうとこも本当はカットしてほしいんだよ、止まったりとかね、まあ、なかなかね上手にできない、まあしょうがない、頼んでるから文句も言えないっていうね、まあ、ね、ちょっと、あ、もう73歳のご高齢の方に、おじいちゃんに、ね、頼んでるので、あんまり文句言ってね、まあ、ね、なんかブチ切れられて血管切れても怖いからね、そこはそっとしておいてます、ボケ防止のため、うん、でもいいと思うよ、このボケ防止手先使ったり、ね、うん、やってるので、そうでほちゃん、かなちゃんね、かなちゃんもここにねゲストに何回か
来てくれて、これはね辻井の部位、そうだ、さっき言ってたね、辻井くんの風の家、うん、だったかな、風の家っていうので確か前も一回前もやってる、ね、コンサートでやったんだけど、その時はもうピアノソロで確かやって、今回はこのフルートが入ったらどんな感じになるのかなと思ってお願いしたらいい感じだったよね。分かんないんだけど、これ誰の曲か言っただけ大したもんでしょう。よく覚えてたね。なんで知ってるの？なんで覚えてるのみたいな。やっぱフルートってね、柔らかいし、この一緒にやっても邪魔にならないからすごい、ね、なんかあったかい感じじゃない？かなちゃんの顔が。ちょっとこのカメラ撮ってる人がかなちゃんの顔隠れてますけど。邪魔ですけど、これまっちゃんだね、まっちゃん今池の飲み仲間で、うん、この人わざわざいつも来てくれるの今池からね、うん、こう名前だから、うんうん、こういうなんか障害者とかちょっとまだ今度来てもらえばよ、多分来てくれると思うよ、うん、なんかあの弟だったかな、弟もやっぱ障害者で、うん、そういうのあのすごいな、感激してましたよ、うん、弟もこういうことあったなみたいな、そういう身内にそういう人がいるどうしてもやっぱりね、うん、自分のことのように感動するみたいで、うん、毎回来てくれてますね。これ良かったね、フルートと。最初バイオリンにしようかフルートにしようかと思ってて、やっぱフルートがいいなと。で次回はねバイオリンが出てくれるので。またこれやるの？この曲やらないけど、今度はまた違う曲を。今度はオリジナルかな。別に今までやったこと、弾いたことない曲をやるので、それまで秘密です。かなちゃんの歌とフルートと、でうちの娘が一緒に。2人で二重奏する、二重奏してフルートが入るっていうね、ちょっといい感じよ。あ、そうそう、うんうん、ちょっとかなちゃんにこれこっちからも自画自賛してますよ。じゃあ曲をね、かなちゃんに絶対いいだろうなって曲をちょっと見つけたのよ、見つけて、ちょっとかなちゃんぜひこれ歌ってって、歌えるって言ったら頑張りますって、初めてそれ練習して、うん、4月の初めぐらいからかな、そこをねこれちょっとできましたってちょっと音声送ってくれたら、うん、結構上手に歌えて、あと合わせるだけね、みんなと。僕の名前は自己紹介してます。孝太郎くん、大きいよね。背高い。手も大きい。力強い。これはね、多分知ってる曲だよね、みんなが。レッドイットビー？あ、そう、レッドイットビーかな。ダンダンダン。そう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 。すごい、今イントロクイズドンで当たった気分じゃん。そうよ、うん、ね、超イントロクイズすごい、だって歌ってまちまちですよ。どうぞ。ビートルズ歌えないんだよね、ハンドマイクで、うん、ビートルズはね英語が苦手な、英語の歌が歌えません。歌えるの英語で？いや、まあ、歌えますけど、まあ、やめときますわ、うん、え、歌えるんだ、あのただでは歌わない、ね、でお金もらってあげるお金もらってあげるから歌って知ってんの？歌わないと思ってた。歌苦手って言ってなかった。いや、歌わないですよ。でも歌えるの、こっそり、ね、お風呂で一人で歌うタイプ。いやいやいや、歌わないです、歌わないと言われてるのもね、親から。いや、親が言うだけど。親と言うことでも、お前は絶対カラオケで歌うな。山田ね、お袋施設に入ってる。あ、じゃあダメね、うん、いずれ歌えるね。ちょっと負けてる、ちょっと、本当、じゃあもうちょっとしたら歌えるね、うん、ビートルね、曲いっぱいあるんだけどね、歌は歌えないな、演奏したりはできるけど、ね、難しいね、日本語ならいいよ。聖子ちゃんしか歌うんじゃなかったの？聖子ちゃん、そう、聖子ちゃんはもう鉄板ネタで必ず聖子ちゃん一回もだから聞かせてあげるっていうのに嫌だっていうから、ね、でしょ、嫌だっていうもん、うん、かなちゃんね、元気なかなちゃん、今度はあのリホちゃんがバイオリンで登場します。あ、これね、オリジナルだね、かなちゃんの歌グッディ、これもうずっと毎回これはもう演奏することにしててね、でみんなで結構終わった後にアンケートとか書いてもらってね、どの曲が良かったですかとかいうのは、でもう一回聴きたい曲はっていうと結構グッディもね最近入ってるよね、明るいし、もかなちゃんの感じね、明るい感じがよく出てるのでいいよね。あ、また写真撮ってるこの人、邪魔、邪魔邪魔、かなちゃんがリホちゃんがかぶってます、手邪魔です、まさかこんな風に写ってるとは本人思ってないよね、本人思ってないね
だから一番後ろだから遠慮して後ろで撮ろうと思ったんだろうね。そうね、そう後ろならわかんないと思って間が悪いってそうそうちょうどここにねカメラの前にね立っちゃってっていうね。もう後でこれ動画をこの置くとこ2週間後に、うん、カットされたらね見てねって言ってびっくりするからねこんなことになってるとは結構注目だよね。結構目立ってるよね。いや熱いよね。顔は映ってないけど結構目立ってるよね。思いっきりカナちゃんの方が見えてない。そうそうカナちゃんかぶってます。思いっきり目立ってるけど、ね、後頭部か本当だよね。ちょっと寂しい後頭部ね。本当だよ。バレてるよみたいな。編集で黒く塗っといてあげないとできそうじゃない。編集でモザイクとモザイクね。モザイクこのままで黒のそうだよね。やっといてあげない。ちょっとなんかまっちゃんごめんなさいって感じ。今まっちゃんの話題で盛り上がってますっていいの。まっちゃん全然怒らないからなんかねいつも今うろちょろ飲んでるの一人でね。あまた太郎くんかな今度は。あユーミン、ユーミンの曲かなこれは。そうそうユーミンのなんかユーミンの曲なんだけど今の子たちみんな知ってるのは多分なんかジブリかなんかの曲になってるの。それでみんなねこれ知ってるんだと。何だったかな。あんまりジブリを見ないからわからないけどのなんかのジブリの曲のテーマ曲主題歌コマーシャルなんか使ってなかったかな、うん、なんか結構今の子はユーミンの曲っていうよりはそのジブリのなんとかの曲ってことで魔女の宅急便だったかな、うん、確か。あそう違ったかな。違うかもしれない。ガセネタですわかんない。あんまりジブリ見ないから知らないんで。これはモーツァルトのトルコ行進曲ですね。これはもうコウタロくんとリホちゃんたちがチーム組んでユカリオンっていうね障害者たちだけでやってるグループがあってそこでこれなんか岐阜だったかなどっかでそうトルコの衣装を着てそうでなんか賞をもらったんだよね。そうそうそう、うん、でこれ弾いてなんとか賞って確か賞をもらった。もっと4人か5人のチームがあってあとピアノとチェロもいたかな。ピアノとチェロとカホンかなんかと5人ぐらいの組で賞もらったからすごいよね、うん、トルコ風の衣装を着てね。まあ一回ここといえば来てくれたその衣装着てゲストで。そういえばね、うん、そうだこの時もそれ着てもらえばよかったね、うん、トルコのね。いやでも、うん、その何この曲だけならいいけどさそう、ね、いちいち着替えるの面倒だね、うんそのトルコの衣装を着てゲストに来た時になんかさりげなくトルコ行ってきたっていうなんか自慢をなんか横の方でねさりげなく自慢したよね。なんか思い出した。それはカナちゃんだけかな今度はソロでね。あの横でボソボソ喋ってるんだ藤原さん。そうね私がボソボソ司会をしております。今度は何あのマリコさんがやるの。そんな今度司会なんかお母さんに任せておけないとか言って娘が司会したいとか言ったけ どうなんかさその娘さんがお母さんのことボロカスに取ったっていう。そうそうなんかあんな司会じゃダメだよ私に任せてとか言うから本当みたいな。別にやってもらえる分には全然構いませんけど、うん、でも自分で演奏してるのにさよく考えたら無理じゃない。いや別に無理ではないでしょ自分でこう紹介して自分で弾くの、うんうん、でもバタバタしそうじゃないその方が。いやまあやってることはないよなと思って、うんでもバタバタしそうで、まあ、全然考えてないけど、これもジブリだね。だからこれも君を乗せてはなんの曲か忘れたけど君を乗せても多分ジブリだと思う。これもよくねよく聞く曲でいい曲なんで、これもかなちゃん前回ぐらいに弾いた時はバイオリンと一緒に、うん、愛さんがバイオリンで、ね、すごいサポートしてくれて。アイさんの場合にかっこいいのよ。アレンジがねすごいなんかおしゃれなアレンジをしてくれて、うん、それは藤原さんバイオリンの発表会やったらしいねちょっと前に先週。そう先週バイオリンの発表会でした。まだ習って丸3年発表会でたっちすごいでしょ。すごい、まあ、出るのは出るの誰でも出るね。そうちょっと一応娘に録画してもらってうまくいったらフェイスブックに流そうと思ってちょっと恥ずかしくてやめた。あそうもう動画なしで写真だけで。あまたコウタロくんが出てきました。写真だけだったら誰もできるね。分かんないか。あこれねいい曲なんだよこれビフォーアフターのなんだっけな、うん、ビフォーアフターのこれフルートとねすごいぴったしでいい感じ。えビフォーアフターの曲知らないこれ。知らない。
おじさんは知らない。えテレビ見ないの？なんかすごい狭い狭い家がこんななりましたっておしゃれになったって。たまに見るね。そうそう、それのなんか流れてくる、ね、完成した後に出てくる。あんまり見ない。最初は見ないけど昔はこれなんか見てた気がするね。ね、完成した時に流れる曲だよねこれ。素晴らしいこの入り口がほらこんなにみたいなね、なんかそういう。そうね。うん、これこう流れる、ね、いい曲だよね。そうこれもね、なんかバーのフルートでどうなのかなと思ってとりあえずやってたらいい感じじゃん、うんうん、フルートっていいね。まあね、何でも何にでも使えるかもしれない。柔らかい。バーリンはやっぱりちょっとメインって感じでね、バーリン目立っちゃうけど、フルートは控えめな感じで、うんうん、なんかいい感じ。ベートーベンの月光を弾きます。頑張ります。ベートーベン、モーツァルト、モーツァルトのベートーベンの、さっきのジブリのいろんな曲ジャンル問わずと、このフルートのなんとかナナちゃん、そう今回だからね、ナナちゃんも全部出てもらった。忙しいよ。初参加でほぼ全曲フルートをね担当してやってた。フルートは何度でも合うっていうことね、うん、ね、すごいいい感じだよね。さすがにちょっとね最初から最後まで出てもらったからちょっとかわいそうなので、次回はあのバイオリンの人と半々にしたの、うん、だから休憩する暇もないのね、ずっと弾きっぱなしだから、うん、次回はねバイオリンの人と交代で、有名なねベートーベンの月光の第一楽章、聞くしコマーシャルとかでもよく使われるんじゃないか。出てるのこれ、この曲に結構いろんなところに流れてるよねこれ、うん、結構のね第1楽章、第3楽章がねめちゃくちゃかっこいいんだけどね、全然違う感じの。あそう、うん、素敵な素晴らしい超難易度高そうな、普通じゃ弾けない、もう力強くないと弾けないみたいなね、かっこいい曲なんだよね、うん、ちょっと難しいかも。すごいフルートも綺麗でいい感じです、この後はかなちゃんかな、みんなが大体3曲か4曲ずつ弾いて最後でみんなでね、はい、3曲ずつか、それぞれ3曲で最後みんなで弾くのが 2,3 曲あって、これもクラホール、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 ね、音がいいって、いや音がいいらしいね。そうすごい、ピアノもいいの、これピアノ、そう新しいピアノでいいピアノを使ってて、ね、すごい新しいし、新しくもないのかクラホール、広いのか、新しいでしょ。そうだよね、でも聞いたら意外と、でもね聞いたら意外となんか何年か、まだ 2,3 年かなと思ったら意外と10年ぐらいだった気がする、うん、これもねかなちゃんに頼んで、絶対かなちゃんならこれ歌えるよって言ってね頼んで練習してもらった。すごい綺麗だったよねこれ、うん、見上げてごらん夜の星を、うん、あの歌だけって感じでなかなかやらなくて、いつもピアノ弾きながら歌うことが多いんだけどね、カナちゃんの横にちょっと夜をね、あれはね娘が一緒に、ほらほらまたカメラマン、ほらほらまた邪魔なカメラが出てきました、カナちゃんが邪魔ばっかしてるのか、カナちゃんが邪魔をしないで、まっちゃんまっちゃん手が邪魔です、邪魔で、もう邪魔ですみたいな。これじゃ奈々子ちゃんね、あのピアノ弾いてる奈々子ちゃんもすごい綺麗な音で、なかなか良かった、静かに聴こう。奈々ちゃんやっぱりね、あの何回か出てるうちに歌がすごい大人っぽくなってきたかな、でもちょっと歌ボイトレを変わったのかな、ボイトレの先生を変えたって言ってたよね、綺麗な歌い方になった、高い音もね綺麗に出るし、どん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 毎回毎回成長していくので、こういうねコンサートあると新しい曲にもチャレンジするので、ね、うん、こういうのがないとね、やっぱり新しい曲とかなかなか挑戦しないからね、全然いいと思います。あこれすごい上手だって、ピアノ上手に、うん、トロロロロって、これがもう定番のね、なんだったかな、
花はさ、あら知ってるじゃん。これ普通結構皆さん知ってますよ。確かにこれ有名ね。そう花は咲く。これはもうこれ今出てこなかったのね、うん。認知症の始まり。本当だね。ちょっとね来てるかもしれない。来てるね。来てます来てます来てますだね。そうこれはもう本当定番で、もう本当にこれは毎回毎回あのリクエストがとっても多くて。いやこれはなかなかいいと思いますね。うん、みんなこれね、うん、ぜひもう一回聞いてください。毎回本当にリクエストが多いね。やっぱりね毎回毎回やってもいいと思います。東北の震災の時のなんかそういう応援プロジェクトみたいな感じで作った歌なんだ。そうだね、うん、東北のためのね、うん、ちょうどこれねこれコンサートの前ちょっと前に能登1月か4月にね、うん、これ2月だったから能登ですごいね地震来て。確かこの時ね藤原さんがね能登に届けて言わなかんところを東北に届けていったっちゅう言ったね。最後ちょっと能登のためにもらって出てくるんだけどね、トゥモローをみんなで歌ったんだよ、ね、ついつい歌った後にかっこよく本当に届いたかなみたいな感じで言ったら東北って言っちゃった、ね、東北でもいいんですけど、いいんじゃない、能登を通り越して東北まで届いちゃったってすごいことじゃない。それちょっとね、ちょっと方向違う。そんなことない、なんか跳ね返ってピンピンって屈折することだってね、いいよね、どんどん跳ね返って。藤原さんね、頭の中に日本地図入ってないもん。そう、でも日本地図よく分かってないからね、いいの位置関係が分かってない、どっかにポンと当たってピュンとかね返って、うんねうん、で東北にきっと飛んでったのよ。これ最後はねあのなんだけどポッケの利用者さんたちがね最後は一緒に前に出てきて歌を歌ってね、今回3人花尾山さんとレイナちゃんと3人じゃない、優香ちゃんと、優香ちゃんとね、みんな歌が大好きなのでこれもねあのポッケ作業所の中で歌の時間っていうのがあってね、いつも音楽療法をやって、今日はその音楽療法の動画がないのでここでね誕生してきます。レイナちゃんはね辞めちゃったので残念だけど、5月のコンサートだけ来てくれないかな、一緒にね同じ歌をこれ歌うから、もし時間あったらねレイナちゃんに歌だけ一緒に歌おうって言えばひょっとしたら歌ってくれる。ピアノね、後ろちょっと見えないけど、あのポッケ作業所のスタッフさんでね、田中さんが鬼の格好をして弾いてるんだけどね、赤いね、赤鬼になって弾いてるはずなんだけどちょっと映ってないね、残念ながら。これちょっとね、映したかったね、映ってないな、残念。似合ってたよね、ラムちゃんみたいに。田中さんはこういうのが大好きで、藤原さんに赤鬼やってほしかったんだけど、ちょっとサイズが合わなかったかな、サイズが伸びるから、ちょっとね伸びる素材ですから、ちょっとなんかね笑われても困るからね。いやいや笑わないよ、全然笑わない、笑われても困るので。でも田中さん細いしちっちゃいし、こういうやっぱりねアニメチックなのは似合うと思う。まあね、こういうの大きい人がやるよりはね、小柄なちっちゃい人がやった方が、で今翼をくださいよね、みんなで。これも会場でいつもね定番で、最後は会場のお客さんもみんなで一緒に歌いましょうってことでね、今みんなで歌詞カードを配って、で鈴とかマラカスとかね、もう全員が持ってるのね、そうですね、全員に配って、はい、もうみんなで楽しく最後盛り上げるって感じで、さっきのが翼をください、でこれが、素晴らしい愛をもう一度、意外とこの割と年配の人が多いのね、お客さん来てくれてる人、うん、だから若い子もいるんだけど、それをみんなで歌える歌を探すのが意外と大変なの、うん、老若にゃんにゃんよ、若い人はこの歌あんまり、でもねこれは知ってる、学校で習うから、うん、あそう学校出てくるから、これはねみんな知ってて、だからそういうだからさっきの翼をくださいとかね、この歌とか、うん、みんなが歌える歌っていうのを選ぶのは結構大変で、うん、でも4月、今度の5月はこの歌とこの後で歌うトゥモローと2曲だけなので、まあ、同じ歌だから大丈夫かな。次だ、ひばりとかですね、そらひばり、でも川の流れのようにとかはみんな知ってるかな、もしかしたら川の流れのようには知ってるかも、意外と難しいのみんなが、あったこれね、トゥモロー、これを最後、一番最後になんだけど、能登半島のね、被災された皆さんへってことで、これはね
も本当応援ソングとしては本当いい歌なのね。そうだね、元気が出る、元気が出るね。それはいいよね。でもこれはピアノ、さっき奈々ちゃんが、奈々子ちゃんがピアノやってくれてるけど見えないね。これもみんなで最後盛り上げて歌ってたね。でもこれ2月とかもう8月の地震が来て、もうでもまだ3、4、5、6、まだ4ヶ月か、まだまだだね、まだまだ、そうだからまだね、まだまだ被災してる人もね、避難所の人もいるのかな。またこういうのもあって、また5月ももう一回これをね歌おうかなと思って、その時は間違えずに能登半島って言わなきゃ、東北ではない。でもこれ高知だけ、そこは被害なかったもん。ああ、愛媛か、ね、そこはそんな被害なかった、ね、被害なかったみたいな、ね、じゃあ能登半島に届けということで、これをね、これはね、いい曲で、昔かなり前の曲よね、30年前の曲だけど、それぐらいだけどみんなが歌えるってすごいよね。カラオケでも結構これみんな歌ってるから。あ、そう、結構歌わせてるよ、カラオケには。私はもうこれがあって、ね、練習したもん、カラオケ行って、ね、うん、ただ結構他の人も結構歌う人いて、歌いやすいのかな、ね、この人も岡本麻世だっけ、一曲でね生活できるよね、きっと。できるね、これ、一曲あれば作曲権入ってくるよ、バンバン。あとカラオケもすごいでしょ、カラオケってすごいお金入ってるので、特許作業所はこれ著作権利払ってますので、はい、ちゃんと毎月に払ってます。ジャスラックだったっけ、ジャスラックだね、ジャスラックに払ってます。コンサートやるのにね、いろいろ大変みたいだね。意外と安いです。あ、そうなんだ、そうだっけ、だってあんま値段を知らない、そうなんだ、でもほんとこういうのうるさいみたいだからね、コンサートとかでね。で今度はそのかなちゃんのオリジナルのグッディにね、5月の時はちょっと伴奏をかっこいいピアニストに編曲してもらって頼んでる。忙しい人だからちょっと5月は間に合わないかもしれない、間に合わなかったら次のコンサートでね、それ披露すればいい、ちょっとそれも奈々子ちゃんに弾いてもらおうと思って。いや、本当に編曲したらだよ、できるけどかっこよくやってほしいじゃん、ノータイムできる、かっこよくないけど、かっこいいのがいいんだよ。本当すごいね、素敵なピアニストさんがいて、北川さんっていうね、大好きなんだけどね、本当にね、かっこいいね、なんかその紳士的な、なんかおしゃれな、なんかね、さりげなく伴奏するっていう。北川さんがね、この動画に編曲してるから、今度コンサートに北川さんが来たらって、それ何じゃ、ダジャレ今ちょっと聞き逃しちゃったけど、北川さんが来たか、なんだっけ、ちょっとなんか弾くわみたいな、一応ダジャレでした、一応伝えとこう、今ダジャレを言いました言わなきゃ誰も気づかないみたいな、つまり親父ギャグってことね、分かりやすく言うとね、親父ギャグって言葉がもう昭和のね、もう死語だよね、言葉でございます。親父ギャグっていうのはね、最近すごくな、そういうのは、あまりね、昭和の親父ギャグだよね、今の20代の人、親父ギャグなんて言葉使わないかも、ね、使わないかもね、もしかしたらね、もう令和ですから、で最後ね、だいたい90分ぐらいかな、全部で。そうだね、確かね、途中で休憩ちょっと挟んで、これこの時はね90分もなかったかなかったかな、ちょっと80分ぐらいだったかな、お花もね、今度は90分ぐらいかな、ね、で今度もうちょっとあるよ、もうちょっとあるで、休憩があるから、ね、休憩ちょっと長めにするので、ちょっと今回長めで ね、26日の日曜日の5月26日は13時30分開演、13時半、まだね時間測ってない、実は何のあるかも分かってないっていうね、まあ、どうしようか、90分で、90分、だって90分では終わらないと思う、第2部のこの何音楽療法の発表があるのね、のポッケ作業所のね、あの皆さんがここでいつも毎月動画、ポッケでやって音楽療法を、ね、ここで載せてるんだけど、その子たちの1年間こんなに頑張りましたっていう成果発表みたいなね、それが20分あって、ゆうこさんたちのフライングドクターが30分あるから、それだけで50分だ、結構あるね、結構あるね、うん、もう別枠みたいに1部だけでもいいし、2部だけ来てもいいよって感じでね、今回は、ね、
まあ、ずっと見ていってもいいし、まあ、一部二部通しでも無料、うん、別に無料だからさ、途中でちょっと外出て途中から戻ってきてもいいし、うん、っていう感じなので、後半だけで50分で休憩入れたら10分で1時間でしょ、うん、前半1時間だ、まあ、2時間ぐらい、2時間ぐらいあるね、2時間ぐらい、うん、2時間ぐらいだね、前半が60分で終わればいいけどっていう感じなので、まあ、別に出入り自由だからね、出たり入ったり、まあ、そうですね、うん、好きにやってくれればいいということで、うん、でまあ、これね、いつもは動画が終わったらゲストコーナーチャカチャーンってねやるはずが、ゲストがいないので、さ、ここにさ、すごい、うん、この今度出演してくれる皆さん結構美人が多いんだけど、うん、今かなと思ってね、ナナナちゃんも忙しいって、ナナコちゃんも忙しいって、リョウコちゃんはお仕事って、残念でした、ねね、3人若い頃取れたり、ゆうこさんも仕事って言ってたよ、ゆうこさんも忙しい、うん、あ、そうだし、ここでこの子言うな、先生今回ね、この初めて来るね、ここの一人ねいるんだけど、いつもはりほちゃんとかなちゃんとこうたろくんなんだけど、こうたろくんちょっと今回ね、なん旅行って言ったかな、会社の旅行、社員旅行、うん、って言ったから、代わりに前から出たがってたのも、なんかかなちゃんのなんか友達なの、このコンサートに来てくれてて、かなちゃんこういうの出てるの見て、私もやりたいなってことで、かなちゃんと同じ全盲のね女の子なんだけど、ちょっとお姉さんかな、かなちゃんには、山中あずさちゃんで、ちょっとお姉さんで、いくつかな、33とかそんなもんかな、かなちゃんまだ20代なので、ちょっとお姉さんで、うん、でもなんかすごいね、なんかずっと全盲で、名古屋の盲学校でかなちゃんと一緒だったのかな、うん、でその後筑波大学、確か筑波なんか一人で行ってる寮かなんかで、あ、そう、すごいね、親から親元離れて、筑波のなんだっけ、展示学部、展示の学部の勉強するそういうコースが筑波にあるらしいのね、うん、すごいね、それを知らなかったんだけど、うん、その展示学部を勉強するために筑波行って、なんか寮かなんかで入って、で戻帰ってきたら、今度この音楽療法いつもやってくれてる名古屋芸大、そこに入ってるのね、名古屋芸大演奏家、うん、音楽家コースかなんかに入って卒業してるから、うん、すごい、もう努力家ってことだよね、うん、そうだよね、そんなね、あっちもこっちも、うん、すごいなと思って、めちゃくちゃ努力しててね、うん、初披露なので、3曲ショパンの曲をね3曲弾いてくれるから、うん、楽しみに、今までと違うのでね、ガラッと違う感じで、1曲はピアノソロでやってもらって、あと2曲はそれぞれピアノとバイオリンと1曲ずつちょっとフォローに入ってもらって、なかなかそういうのを弾いたことない、ピアノの子ってどうしてもピアノだけになっちゃうから、なかなかそういうプロの演奏家と一緒に弾くことってなかなかなくて、今回初めてね、ちょっとバイオリンもフルートも一緒にやってくれるので、ちょっと楽しみ、私もどんな感じなのか分かんないんだけど、バイオリンは岩田由子さんで、うん、フルートは山下奈々ちゃん、山下奈々さんが4月から確か、うん、愛知県立大学院だね、芸術大学の大学院に通うことだった、うん、すごいよね、一回大学出て 2,3 年ブランクがあるのかな、大学出て2年ぐらいじゃなかった、うん、そうでやっぱり大学院でもっとね勉強したいってことで、大学院にもう一回受験し直すって、もうみんな根性あるね、まあね、大したもんだよ、だって県芸だよ、県芸の大学院に後からフルートって、やっぱフルートだからそんな数が少ないと2人とかそんなもんなんじゃないか、ピアノはもうちょっといるけど、歌とかピアノは多分フルートはね1年にそんな取らないとも2人とか、うん、1人か2人かそんなもんじゃないかな、うん、それに受かっちゃうってね、ちょっとすごくない、やる気十分だよ、そう、やる気十分、うん、いいね、そういう若い子たちってね、まあね、うん、やれる時にやりたいことやった方がいいよ、今やりたいことやってんじゃん、今もう、ね、今相当やりたいことやってるんだ、あまりさ先が長くないもんね、本当だね、さっきから長くない長くないってそうやって言ってる人ってさ長生きするよね、絶対ね、もう先短いとかさ、ね、言ってるおじいちゃんってさ100歳まで生きるんで、なんかね本当ねずうずうしいみたいな、ね、まあ限らないけど、まあ、大体長生きする、何のどこも悪くないもんね、そう、何の病気もないって、膝が悪くなったっちゅう、それはみんな年寄りだそうです、私腰痛いし、みんな一緒だよ、みんな腰痛いし、ちょこ出てくるね、いろんなところが、いろんなとこ痛くなる、あっちこっち行くからじゃない、うん、で今度来週なんか行くんだよね、東北、明日か、明日からなんかね、東北旅行ばっかり行ってるよね、なんて贅沢、弘前の、
弘前公園の桜、今日満開って言ってさっきニュースでやってて、今日満開なんだ、うん、今日満開になってて、なんか寝台列車、なんか列車の旅だよね、高級な超高級な列車に乗って、東京駅からあの寝台列車のカシオペアっていうので東北行くんですよ、そのカシオペアに乗ってみたいなと思ってこれに行くことにした、乗ってみたいなで普通なかなか行けないよね、やっぱりお金もかかるし時間もかかるしって、暇人な人しか行けないよね。あのちょっと4月からね、某会社 の, あ の, あの代表取締役を、ね、クビになってね、あそうね、某会社平取締役の会長になりましたので、あ会長になったのは代表取締役とかはつかないんだ、つかない、代表権を外した ただの会長なんだ、会長、うん、になったそうです、うん、でね、もう銀行の本当は根拠だったけど、うん、もうお金借りにくくなったって言って、勝手にお金借りれなくなっちゃった、これ以上借りなくていいのよ別にね、うん、そうだ、そのカシオペア乗ってね旅してきて、うん、何時間かかるの、知らない、寝台で一泊はするの、電車2泊ぐらい、いやいや、で一泊だけ、あ一泊だけなんだ、行きだけ、帰りは新幹線じゃないかな、あそうなんだ、うん、行きだけなの、行きだけ、あなんだ、行きも帰りも電車かと思ったら、なんかね、うん、今カシオペアは定時運行してなくて貸し切りしかやってないみたいな、うんみたいでないのってね、あそうなんだ、行きも帰りも電車だと思ったら、行きも帰りも電車だけど新幹線、そう寝台、寝台特急で、あそこで一泊するだけなんだ、かなりゆっくり走ってるんじゃないかな、うん、ゆっくりで一泊かと思った、うん、私前なんかの知り合いでね、九州の列車の旅行った人がいて、それ四季島ってやつだと思うんだけど、すっごい豪華なね、フェイスブックで見てびっくりしたもん、なんでこんな高いの、超高いんじゃないかな、うん、すっごい高い、でも中も豪華、なんか電車じゃないみたい、本当にもう、そういや今日一緒にゴルフやっとった人がさ、あのクルーズよく行くって言ってて、うん、この地中海クルーズいいですよって言ってたんだ、うん、地中海はね海有名だよね、うん、あそこもなんか前行ってなかった地中海、いやちょっとそんなクルーズってことじゃない、あちょっとそう日帰りのなんとかクルーズとかそういうやつなのね、あのやっぱりね、うん、あ寝てる間に船が移動してる、要はホテルが移動してる、だからホテルだよね、船の中がホテルでね、でじゃあその夜移動するだけならいいんだけど、例えばその太平洋をなんとかっていうと3日ぐらいかかるね、ちょっと結構それ何やってんのって聞いたら、まあ、いろいろイベントがあって、でそれで船の中でだってクラシックコンサートとか何でもあるの、いろんなことやってますから、すごいよね、プールもあってプールで泳げる時期に行った方がいいですよっていうアドバイスを受けました、でも船の中の温水だもん、年中泳げるよ、外だ、外、あ外のね、外のプール、船のプールじゃない、船は温水だよ、まあ行こうと思ってクイーンエリザベス号に行こうと思ってやめたけど、それ室内じゃないでしょ、クイーンエリザベスは室内にある、あ本当、うん、そうまあ、両方あるのか分かんないけど、また行ってくださいよ、行こうと思ってね、コロナでね中止になりました、せっかく行く暇、行くなって言ってるよね、なんかね中止多いよね、なんかベトナムも2回行こうと思って中止になるし、行くなって言っとるんですよ、行くなって、なんかねいろいろ私運があるのね、やめたらいいよね、本当に海外やめたらいいよ、このことね頑張ります、行くなって言ったら、あのことあるなんかこの間ゆい子さんそれオーストラリアじゃない、ウィーン、ウィーンに行ったって言ってた、そういえば何しに行ったの、遊びにだよ1週間ぐらいだったかな、先月コンサートなったぐらいか、2月かな、2月か3月に確かウィーンにね1週間ぐらい行ったって言ってて、そういえばその話何も聞いてない、今度聞いてみよう、そういえば言ってた言ってた、その後何回も会ってるのに、そういえばウィーンの話は一度も聞いてない、ろくなことなかったんかな、かな、お土産もらってないけどゆい子さんみたいな、言うとお土産って言われるからかな、お土産買ってこなかったか、まだまだもう、まだ大丈夫、遅れてごめんねで大丈夫ですよ、全然余ったやつでいいです、余ったウィーン土産で、ウィーンの土産のお菓子だったら結構期待できるね、あのね、よくはウィーンで買ってくるあのモーツァルトのチョコレートは美味しくない、美味しくないの、なんかね、なんか定番なの、ウィーン行くことにね、モーツァルトのチョコレートを買ってくるんだけどね、うん、なんかね、独特のやっぱりチョコ、なんか変な匂いがする、ちょっと安いな、お土産用かな、お土産用だから、3月にちょっとカンボジアやったんですけど、そのお土産で買ってきたお菓子がねめっちゃまずいんだよ、食べてないよ、誰もさ食べてくれんの、食べてないよ、あれ、ね、食べても、ね、いらんって言われる、そうなの、全然カシコンというとかさ全然減らないんだ、もう最初からしけっとるじゃないこれって、カンボジア食べてないけど、胡椒もらったじゃんお土産に、あ胡椒はいいと思う、胡椒まあ食べてないけど、食べないけど胡椒はいい、胡椒はいい、あのお菓子はさお菓子
のお菓子が美味しい。一番日本のね、クッキーラムネが大好きなんだけど、日本のクッキーラムネ、ね、そろそろエンディングに差し掛かっております。ね、本当に今日何の話だったの？障害者チャンネルだよみたいな。何の、今度コンサート、コンサートの話と後半はよくわかんない話で盛り上がってしまいました。ということでね、また来月も素敵なゲスト今度こそ呼びます。また来月見てください。